ちょっとまた不景気に待ちましたけどね。ここでね、宇都宮方面から来る特急と、乗り換えが接続するみたいですね。あ、それで環球接続をね、こう、まあ、接続やってるんですね。こっちの普通列車はこっちの特急列車と連絡をして、こっちの多分普通列車は今度、あ、宇都宮方面から来る普通列車とかは、こっちの港湾方面から来る特急列車と、うまく接続してとかっていうような感じでやってるみたいですね。なるほどな。あ、かけてた20分間隔でポン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 各方面に来るってことは、ね、品川駅と同じで20分間隔でね、言うて、やってくるわけですからね。また先は信号、この先がね、宇都宮方面は単線ですからね。あ、そうそうそう。宇都宮方面は単線で、こっちのね、港湾方面は複線で、そのままになってますよ、ということで。で、なんか、宇都宮方面は、先にある、信号場なのかな？みたいなところがあるみたい。そこでなんか行き違いをして、やってくるような感じになってるみたいですね。青山駅までやってきましたね。初めてだな、ここ来るのは。まあでも途中、あ、秋だけ飛ばすだけなんで、あのまま普通列車に乗っとったら、この早かった気もする青山だったらね。山頂とか多分こっちの方行くときにはあっちの方が有効なのかもしれません。で、ね、今青山来ましたけど、何がこんな中途半端なところになんでやってるっていうことなんですよね。やっぱ普通だったらね、ショートカットするだろうな、簡単に行くか。それかね、まあ先も言いました。スタートキックというかね、チケット予選に乗ってね、JR で行くと、多分これくらいで行けるはずなんですよ。うん。なんですかね。まあ、ゆうちゃんあんまりか、あ、これくらいでね、行けるはずなんですけど、まあ、ゆうちゃんあんま変わらない。刈谷まで、こう、ショートカットできない。これくらいなんですよね。なんかね、どうしようかなと思ったんですけど、とりあえずちょっと、いい交通手段があったらあれなんですけどね。なんかね、コミュニティバスかとかね、バスから走っとればいいんですけどね。あ、改革クラブあるじゃん。あ、これは、お、発達防護室がある。お、これは押さえておこう。で、駅は下か。こんな感じでしようか。よいしょ。よいしょ。そう、駅まで来ましたけどね。バスは半田行きまでしかないのかな。で、コミュニティバスも近くを走ってるだけですもんね。図書館の方に行くらしいですね。ところとかあるけど、ちょっと見えたこの前が通りになっとる感じですね。大通りになってるのかな。で、そこにフィールあるんだ。へえ。やっぱし。
まあ、ショートカットできそうなところはなさそうですね。こんなコミュニティバスも走ってるみたいですけど、なかなか公共交通機関がぶっ飛んでるな、北半島は。また市の方は13時46分、車は全然ですよ。神田とかこんな感じでちょっと回るだけですもんね。やっぱこっちの海から向こうはね、車だったらね、ちなみにそんなかからないはずなんですよ。有料道路でね、ストーンと行けるんで、そこがね、歩きで行けるんだったら、本当歩いた方のが早いんじゃないかっていうぐらいのところなんですけど、ただね、有料道路でトンネルなんで、歩きは無理なはずなんですわ。ですからね、何かしらの方法でね、向こう側に渡らないといけないんですけど、竹豊からどうしような、竹豊からって竹豊駅から JR で行くって言ってもあっちゃってないんだけどな、かかるんだよな。かかるな、刈山に510円で、竹豊から34分プラスアルファかかる。そこからプラス刈谷から乗ってかな、むずいな、しんどいな。とりあえず半田駅まで出るか。もうすぐ来るもんな。時間にね、全然余裕があったらね、竹豊線で出発するかとかってなるところですけど、微妙だなー。